みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 T. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援により、お送りしております。キャスターは私高家の後。三橋孝明です。三橋 T. V. は三橋孝明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に、経済を学んでいただく、という趣旨となっております。皆様、ぜひとも、チャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録は、こちらからお願いいたします。 三橋助大塾ですが先日7月15日に森永康平先生をお招きいたしまして第7回講義が開催されました次回8月19日室伏健一先生をお招きして第8回講義が開催されますので、はい、ぜひご入塾いただければと思いますよしょ、えー、形勢者論ですが口頭論第54回「動乱の序章」「歴史シ理事第54回「クリミア戦争中編」「ナイチンゲール」がリリースになりましたのでこちらもぜひご入会いただければなと。はい 思います。よろしくお願いいたします。ますえっとね、はい、前回茂木先生へお越しいただいたじゃないですか。はい、これからね、二ヶ月ぐらい結構ゲストの方々がお越しいただく時期になっておりまして。<も>結構ですね。<あ>ええ。ってお前、お前言われる方。がね。<laughs> えー、出るんですよ。どなたですか。あ、例えば、えー、森永卓郎さんとかですね。あ、はいはい。浩平さんじないですよ。卓郎さんの方ですよ。はい、お父さんの方ですね。あるいは。 鈴木信弘先生であったり、はい、照久先生であったりとかですねそして、えー、私個人的に一番お会いしたかったのがこの方なんですけど、はい、荒荒川川和彦先先生生ですね独、はい、独身研究あの、えー、この私は荒川さん知ったの最近なんですけど、はい、その2015年とかそのぐらいから確か私とあと安藤先生ね当時国会議員ですけどが少子化の原因は非婚からと。はい だから結婚したご夫婦が産んでる子どもの数が減ってることじゃないからって言ってたわけですよ。んでなんで非婚家なんですかと。それはまあ実質賃金下がって雇用が不安定化せると。でさらに東京一極集中でしょと。一番出生率が低い東京都に入ってきてると。はい、そういう話をずっとしてきたわけです、はい、で最近なんかねものすごい正しい意見が出るようにな,なってきたじゃないですか。荒川さんはもっと前からおっしゃってたんでしょうけどもうん、うん、桜井し子さんとかまでもが <laughs> 非婚家ですって言ったからびっくりしたのね。 なんで前に言ってくれなかったんだと思うんだけども、はい <laughs> はい。で、多分これね、少子化対策は、最終的には非婚化対策っていうのが、はいあの、コンセンサス取れてできると思いますよ。は,はいで、財務省の壁って思ったですよどうせ。はい、うん、だから多分こう、こうなると思います。えっと、ま、少子化、まともな非婚化対策やりましょうと。基盤ちょっと置いといてですよ。はい、高校の話ね。それは、まあ、政治家みんな納得すると、なんで少子化対策ですよと。<laughs> そこまで行くと思うんですよね。はい で、じゃあ、いくらお金つけましょうと。はい。で、どうせ財源論になるわけですよ。ね、はい。財源論。はい。でも、現実問題としては、増税なんかできないし、社会保険料のアップも潰されましたからね。うん、いいんだよ、潰れてよかったんだけどで。社会保障支出削減も現実もできないから、はい、結局国債でやるんですよね。はい。はい。で、なし崩し的に国債によって非婚化対策とか、正しい少子化対策ができるんじゃないかな、と思う、うん。本当ですかそのぐらい、そのぐらい現状やばいってことです。 日本人消滅ですよ、このものが本当に、はい。で、その荒川さんお越しになるんですけど、この荒川さんがですね、見事な <laughs>、見事なネーミングをつけられたんですけど、はい、こう少子化のワニの口。はい っていう記事を出されてるんですけどね。前の口ってあれですよね。あ,あれあれ。あの、矢野が、矢野が、はい、あの作った、なんか、ぜ一般、えー、税収と歳出を、なんか、並べてて、そして、なんか、ワニの口が開いてるってって、はい、なんで税収と歳,歳出を比較してるの、これと。歳入と歳出比較すると、同じ線になるから、みたいなですね。はい、<laughs> そういう、なんか、あの、からかいのネタなんですけどね。はい、あれは。あれは、だから、まあ、ふざけてますよ。はい、はい。要は、金色財政やりたいから、あの、3にやっただけで作ったわけでしょ。とか、あの、一応矢野が本人が自分で作ったって言ってるから。はい。でも、このワニの口はね、 納得すると思いますね。8月7日のエントリー、少子化のワニの口ですね。ここでだから荒川さんの記事を取り上げたんでございますが、はい。えー、まあ簡単に言うと、少子化のワニの口って、国民負担率が増えれば増えるほど、婚姻と出生数が激減してるっていう、<laughs> そういう話。<ー> <laughs> 言われてみたら、はい、そりゃそうだろう、とうと、ん、いう形のこのワニの口っていうのをですね、えー 作られて、それでグラフ化されてるわけなんですよね。はい、これ見事だなと思うんですけど、これはどこでしたっけね。こちらの記事ですね、はい。少子化のワニの口、国民負担率が増えれば増えるほど、婚姻も出生も激減している30年ということで、ここのグラフがですね、周一だなと。<わ>国民負担率、はい。で、出生数、婚姻数ということなんですよね。見事にワニの口が開いてる。ね、そう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 。<laughs> いや、ここまで露骨なんだと、はい、思いました。 で、これはまあ当然であって、その国民負担率が高まっていくってことはですよ、そのけ特に結婚適齢期世代の、特に男性が結婚できなくなって、はい、それで少子化になってました。うん、でだけの話なんだけどもね、はい、見事にこの図を見たらですね、うん、誰も否定できないと思うんですけども、コケさん、納得感あるでしょ。納得です。個人事業主さんだったから、もともと。<々>うん、だからあの、雇用が安定する環境と、 実質賃金が上がる環境を作りなさいと、うん、それで国民負担率下げなさいと、具体的には、えー、消費税廃止、はい、そして社会保険料減免、うん、なくしてもいいと思いますけど、はい、財源はどうするんですか、どうせ社会保険料だって半分国債なんだから、ね、はい、あれ社会保障支出ね、はい、だから別にそれで構わないでしょう、うん、いう形で可処分所得と,と実質賃金をボーンとこう引き上げて、うん、上げることによって、えー、少子化解消になるというか、少子化解消に向かうでしょうね、はい、間違いなく結婚が増えるから、うん はいここでね皆さんも考えていただきたいんですけど税金っていうのは前から言ってますけど財源じゃなくてはいそのまあ一つの役割は、まあ、ビルトインスタビライザーとかもあるんだけども、はい、社会をこういうふうに変えたいっていうような願いがあった時誰か国民総意でもいいですよ別に、はい、その時に税金をうまく使うわけですよ、うん、方向性決めるやつです、ね、そうそう,そう方向性を決めた後に税金をうまく使うわけ、うんうん、で、えー、じゃあこれはどうでしょう 結婚したら、結婚したら、5年間、所得税免除。どう思いますうん、5年。じゃ十10年でもいいよ別に。5年って適当だからさ。10年間所得税免除、払わなきゃ。あありがたいですよ。ありがたいから、まあ多分結婚増えると思うでしょ。でも、気をつけなくちゃいけないのは、所得税っていうのは、低所得の方々って5%、はいはい。払、しか払ってないんですよ。で、高所得の人ね、 4,000万かな年収はえー45%払ってるから今の政策を私が言った政策をそのままやると格差拡大になっちゃうよね。うん確かに。少子化は解消に向かうかもしれないんだけど所得税率が高い高所得者がめちゃめちゃ得することになったですね。それとどうしたらいいんでしょうかねと。どうしたらそれとやっぱ,やっぱりねそのまああの民主党政権がやったような。 まあ、えー、子供手当方式みたいな感じの結婚手当ですね。結婚手当だから、えー、子供手当は、あれ、確か一人子供がいたら6万円だったかなそこね、あれはね、私民主党政権全く評価してないんだけど、はい、あの考え方が好きだったのは、全員同じです、金額が。うんお金持ちだろうが、低所得さそうだろうが、全員一、えー、人頭いくらですね。これ。はいはい、これしかないんだよね、結局。ははい。 だから、結婚したら結婚手当とか作って、それで、あの、その、ま、ご夫婦に対して、10万円なら10万円を毎月払いますよ、みたいなね。あ、その結婚手当っていうのは会社からですかその、なんで会社、なんで会社からなんですか行政から。行政からに決まってるんですよ。あ、でも今ありますよ。ありますよね。一回だけの。一回だけでしょ一回だけじゃなくて、あれはもうちょっと恒常的にやるわけ。期間限定でいいですよ。例えば10年は10年でいいんだけど。その時に、金額をビタって定めるしか結局ないんだなとうん 率とかでやっちゃダメなんで、だからダメでしょうね。はい。だってなぜかというと、あの、所得税廃止とかやると、所得税をたくさん払ってる、はい、税率が高い人が得をしちゃうからっていうことで、格差が下がらいない。別にあれ別に高所得者が得をさせるなんて言いたいわけじゃないですよ。はい。でもその、同時に格差の縮小っていうのも考えなくちゃいけないから、うん、やっぱり、同額をこう、配っていくっていうような発想にならざるを得ないんだろうな、と。うん。で、低所得の方が、あの、毎月10万円もらいましたと。はい。で、これが10年続きますよと。 ななるとめちゃめちちゃゃゃ得じゃないですか、はい。多分高所得の方々にとってはなんかまあ誤差みたいなもんでしょうね多分ねうんうん、うん、でも全員に同じ金額配ってるからいいでしょうみたいなね、うん、そういう考え方を取るしかないのかなと思うんですね、はいうん、であの現実の少子化対策はあの方向的な今のやつじゃないですかはい、はい、あの子供あのお子さんなら子供一人当たりいくらですよと、うん、まあものすごいけあのせこいシステムになりそうなんだけどねはいじゃあその話は置いといてもね なんで自民党の、その、中堅より上のですね、国会議員たちって、真面目にね、その少子化対策をやんないのか、つまり非婚化対策をやんないで、子供手当系ばっかりやるわけですよ。はい。これなんでだと思います<え>多分これ政治の問題なんです、完全に。政治の問題で動かないとか、あるってことですか政治の問題で子供手当とか、児童手当系の政策ばっかりを主張するわけですよ。<え>これはね、民主党政権にね、ボロマキしたからです、2009年の総選挙で。 えー、どういういことですかあの時民主党は子ども手当を配りますとはい一、はい、人子ども人当たりよ、うん、6万円だったと思う確か6万円ですよというようなのを公約に掲げたわけですよねああで圧勝したから圧勝しました圧勝しましたあれ<ー>もものすごい分かりやすい私はね批判したよなんでかというとコンクリートから人手がバカなこと言ってたから<ー>いやコンクリートも人もやれよと <laughs> 別に社会保障削れとか子ども手当やる,やるなっていう気はなかったんだけど、うん、なんでそのコンクリート削るんだよと公共投資をあ<ー>まあ下辺のプール論だからね こっち削ってこっち回しますみたいな話なんだけど、うん、でもあの,その子ども手当によってですね、はい、いつも選挙に行かないような若いご夫婦とかがねブワッて行ったのよ<ー>みんな民主党に出たあ<ー>、はい、で自民党は史上最大の大敗北を喫することになったんですよだから子ども手当だったそうその印象が強すぎるから少子化対策の時にですねもうまじあのいややっぱり子ども手当系だと児童手当系をや,るやった方が絶対受けるはずだみたいな、うん やるんだったら、ちゃんとなんか、民主党並みのまともなことやらいいんだけども、はいうん、禁職だから67、まあ、結構小さくなっちゃうんだろうけど、ねはい、はい。ただ、そっちばっかりに行っちゃうんでしょ、はい、トラウマなんですよ、あれだから。はい、なるほど。わかりやすいですよ。うものすごい敗北だったんだ、んあの時の自民党は。想像を絶するような。で、日本の、その政党の中で、あの時の民主党政権、あ、民主党ほどね、はい、議席持った政党ないからね。<ー>史上最大のあ,あの時の民主党が。はい。そのぐらいインパクトがあったんですよ。 だから、うん、当然その記憶があるから、だからそれをや,やった方が俺の票になるんだろうなっていう考え方になっとるとしか思えますでもね、時代違うんですよ。はい。あの、もうだってあ <laughs> れ2009年だから <laughs> 14年前ですよ、ね。はい。14年前は少子化問題がここまで悪化してなかったし、うん、しかも実質賃金ももっと高かったし、はい。 特にリーマンショックの前まではね。はい、はい。そして、普通の今のように結婚できないから少子化になってるって現象はそんなに露骨に出てなかったんですよ。<ー>まああの時も、まあ派遣の問題とかいろいろありましたけど、絶対今よりマシだったけどね。ということなでよ。ということは、あの若者は、あの結婚的歴の男性は当時は普通に結婚してたんですよ。はい。今と比べるとはるかに、相対的には。たわけですよね<ー>でも今の問題は違うよね。はい。今は結婚できないですよ。 所得がない、雇用が不安定でとうん、うん、ということです。ここね、結構ね、まあこれ別に自民党にいたいわけでも、野党にいたいわけでもないんだけど、日本の政治としてのブルーオーシャンだと思うんだよね。青い海原。誰も進んだことがない意味。はいうん、つまり誰をターゲットにするべきですか標的市場ですね。だから結婚できない低所得の若い男性ですよ。あ<ー> <laughs> はい。 もうそこにひたすらリーチをしてってですね、うん、それで公約をあのちゃんと掲げて、ま、じゃ実現するかどうかちょっと置いといてね。はい。はい。それで政治権力を膨らますことはできると思うんですよね。うん、自民党にやってほしくないね、むしろね。<laughs> はい。それで自民党の中堅から上の年長をですね、全員叩き落としてほしいくらいですよ、うん、どっかの政党に。という感じなんでございますね。うん、え、説得力ないあります。ありますでしょ。で、あまり選挙行かないと思うよ。その低所得の方で、 えー、その特に日本で、ね、東京に入ってきてデフレ労働者として働いて,てる方々って大変だから、はい、忙しすぎて忙しいというかあと余裕がないからだからそれこそちょっと前までの高桁さんじゃないんだけど、はい、将来のこととか考えないでしょうん、うん、あれ考えないの考えられないのうん、うん、あんまり考えてなかったのかない で、まあ、それで雇用が安定して、やっと考えられるようになって、はい、結婚みたいなですね、パンパパンっていきましたけども。はい、<laughs> はい。だから、そういう、考えないってことは、将来のこと考えないってことは、まあ、政治にも興味ない方々ですよね。うんうん、だから、そこにどうやって立ーするかす。うん。です。で、新聞はまず味方になってくんないからね。はい。なんでかというと、新聞買わないから、その方々って。うん,うんうん。なんかね、その、いなんか少子化問題がここまで議論がね、ちゃんとできてると思う、今。はい、議論があの広がっていくと、いろんな私も知らないことが見えてきてね。 びっくりしますよね。何ですか例えば、荒川さんが、はい、あの、記事に書かれてて、なるほどと思ったのが、はい、東京都の出生数ね、は <laughs> あんまり下がってないですよ。ほぼ横ばい。はい、下手したら子供の数増えてるよ、という状況なんですよね。出生率は低いですよ。はい。はい、これなんで、なんでそういうことになってるかというと、あの東京都の出生数、 子供、あの、ま、生まれる数が多いところがですね、私は東京3区って呼んでるんだけど、港区、千代田区、中央田区ですね。ああ、なんとなくわかります。わかります。なんで、なんでなんとなくわかるのええ、なんかこう、豊かそうっていうか。そう、所得が多いところ。これ東京3区は、もう、若い、あの、男性なんて、もう、ほとんど結婚してますからね。で、お子さんもいっぱいいるわけ。で、それなんかね、それこそこんなのタワーマンションに住んでるような方で悪く言ってるわけじはないのにね。そういう、あああいう方々ね。はい。 でも、そういう方々の生活を支えるために、その、地方から入ってきた、まあ特に男性ね、この場合この問題は男性なんだけど、はい、男性が、その、低所得で高品質のサービスを提供するっていう、うん、私はデフレ労働者って呼んでますけども、はい、として膨大な方々がいる,いるわけですよ、ね。うん、だから出生率は下がっちゃう。うん 子供の数は増えるにも関わる。東京都としてのそう、東京都です。だから東京都は全国最低です。出生率は。ただ、その東京の中でもですね、明らかに東京3区とそれ以外という格差があるんです。なんで納得したのか分かりなんかわかります。10年近く住んでたから。そうだよね。ひどいよね、これって。ひどいですね。ひどい。前も言いましたけど、うちの隣の芝浦で小学校新設してるからね、9階建ての。恐ろしいですよ。子供の数増えすぎちゃってるから。 だからね、結局じゃあどうしたらいいんですかっていう話になりますけどもまあだからその東京のねデフレ労働されてる方若い方々がちゃんと結婚できるような形の目配りした温かみのある政治をしなさいって言ってるだけなんだけども、うんはい、それをやらないですよね。うん、なんでかというと縮だから、はい、あとはね、まあ、これ皆さんは違うと思うんですけども表にならんんと思ってるんでしょああ私もそれを思いちゃいます、はい、なんか。 そう政治家の方は思っちゃってるんだろうなそ,うそこをにそこのための政治をやったところで行かないだろうって。そうどう選挙行かないだろうみたいな、うん、そういう問題もあるんです。うん、別にあれでしょう日本は高齢者優遇してるなんて全然やってませんからね緊縮だから。はいうん、ただやっぱりどちらかというと高齢者向けの政策を政治家が言いたがるし少、はい、子化対策だって言われたら一回なんか大敗北したトランプがあるから子供手当系のことを言いたがるんだろうなと。うん いう部分なんですよね。あでも、こなんなもまはあれですよね。もう事実ベースにやればいいだけじゃないかと、はい、思うんですけどもね。<laughs> それがなかなかできなかったんだけど、 その少子化問題が本当に洒落にならないと。はい。で、次元の少子化対策とかいいですね。あの、古くさい少子化対策の焼き直しを、岸田総理大臣が出してきたことがきっかけで、議論が広まってるんだなーっていう。まあ、その中心が荒川さん。はい。ですね。すごいですね。荒川さん、独身研究家なんだって。独身。ご本人は独身なんですけどよくわかりませんけどね。お会いしたら聞いてみたいと思いますけど。はい。独身研究家。荒川和久さんも、三ち TV に。いつですか ?8 月ですね。おお8月。森永拓郎さんも8月。おお。 豪華ですねなんか。豪華です。瀬先生も来られるし、うん、鈴木先生も来られます。え何月ですか？え七、ー、月八月ですね。八<ぁ>月九月あ九月か。瀬先生九月なんですけどね。うん、はい。という形であ形でですね。はい、なんだろうな。すごくまともな人たちが表に出てきてますよね今。はい。そうそういう方々の声をぜひこう、はい、拾って。 行きたいので、あの、だ、誰か読んでほしいって、リクセ、リクエストだったら、コメントに書いていただければあぜひ。ちなみにね、ちなみにね、緊縮財政派とかを読んで、討論してくれとか、ああよく書かれるんだけど。<ー>いや、無駄だからね。どうしてですか。だって、変わる気ないもん、向こうがあってうん、はい。こっち、も膨大なデータで説明、説明しますよ。はい。はい。ただ、あの、例えば、なんだろうな、別に、あれ、プロレスやってるわけじゃないんで。ん討論して、今からじゃなくて、簡単でしょう、私に、してみれば。何の意味もないんですよね。うん。 なぜかというと、向こう変わる気ん全然ないから。<ー>はい。それって議論じゃないんだよね。うん、確かに。いいですよ。別に私に対して、財政破綻しまして、説得力のある説明をグラフ付きでやってくれるんだったら、別にいいんだけど。うんうん、そういう人一人もいないですね。で印象論、印象論。いいああ<ー>。さんの,の言うことはわかるけど、そんなことしたら、国家の信任がとかですね。通貨の信用がとかですね。はい,はい。え、なんだ、それよと。うんいうような話にしかならないから。でも、もしかすると、視聴者の方は、ご自身が説明される時のヒントにしたいみたいなのもあるんじゃないですか。それはあるでしょうけどね。あるでしょうけどね。はい。 ただ,だ、ど、どっちみち来ないですよね。なんか、稲田智美なんかね、正式にこうアプローチして、だってお手紙まで送ってあげたのに来なかったからね。<ー>え怖いんだって。あ<ー> <laughs> まあ、そら怖いだろうな、みたいな、うんはい。でも、あの、彼女たちだって、今は私は緊縮派ですっていうのは言えないからね。雰囲気的に雰囲気的、空気。空気が。空気。うん。その代わりに、だからあれですよね。いや、重点分野に支出しましょう、みたいな。 どうせやらん,んだろうって話なんだけど、選択と集中いたすわけです前まあ今ちょっと話しましたけども、あの選択と集中でごまかすか、はい、あるいは安全保障は、あの安全保障は将来ちゃんと備えますっていう、この2つでしかごまかせない状況に陥りつつあるんで、財務省のレトリックっていうのは、かなり前進してますよ。と、うん、いうか、今年になってかなり前進した。今年ですか,それ,からそれだけ、それだけ、例えば少子化問題はやばいですよと。あるいは農業の問題やエネルギーの問題も出てきちゃってると。 であれでしょうあの多分これ民主党2009年、2010年代前半ぐらいまでの日本だったら消費税増税されてると思う、<ー>防衛増税と少子化対策だけで。もちろん間違ってるよ間違って、もちろん間違ってるのもあるんだけども、財務省のパワーはでかかった、<ー>昔のがはが。はい でも、政治家が少しずつ少しずつ変わっていって、はい、まあ山本太郎さんの主言とかね、うんうん、西田昌司先生のご活躍とかですね、うんうん、ご活躍とか、自民党の責任ある積極財政を推進する議員連盟とか、はい、政治家が変わり始めたから、だからいろんな空気が変わってきて、うん、結局ね、財務省のことを散々私はね、足玉に言ってるんだけど、政治家には逆らえないんですよね。はい。国会議員には。うん。だから国会議員を洗脳してですよ。はい。それで財政破綻論を広めてきたんだけども、その手法がもう限界に達してんだろうなと。 思いますだって少子化問題なんか本当にシャれになんないじゃんこれ、うん、はいしゃになんないでしょ、はい、というような、まあ、数字で出ちゃってるんですごいですよねこれこのままだと2040年ぐらいにカウントダウン始まるよね<え>日本人消滅ね日本列島から人が消えることはないと思いますけどねはいその時移民交換になってんねるねそっちですか <laughs> そうさせたくないからそうさせたくないとでこの話ってね何だろう 少子化って、じゃあ、あの、三橋の言ってる、えー、政策をやったら簡単に解消するんですかと。わかんないやってみないと。うん、と方向的には正しいでしょと。うん、あと、それでも少子化続くでしょ。はい、人口も減るでしょ。うん、いいじゃん別に。数十年後にまた戻し持ち直したらいいだけの話だから。うん、なんか短期で少子化対策に答え求めるのは間違ってるよね、どう考えても。うん、だって、三十数年間かけてここまで悪化したんだから、はい、それは一年二年で解決できるはずないよね。はい、確かに。 だから例えば、あの、公務員の給料を倍にしましたとか、非正規公務員を、えー、正規にしましたとかやって、で、ビビーブームを置きましたと。うん、それが継続するかどうか分からないですよね。でも全部やるべきじゃないですか。うん、全部やるべき。はい。だからなんか、変なこだわりやめてほしいですよね。こだわり少子化は、まあ少子化はデータで分かりますけども、そこになんか思い込みで、その意見絶対変えない人がいるわけですよ。いや、何を言ってんだと。今の若者は草食化してるから。 ああちょっともう流行ってましたね流行ってたでしょ。流行ってたなん、はい、だよ装食化だって、うん、みたいですよあるい女性の意識が変わったからだとかねあ,<ー>そうあるでしょあると思うよあるんだと思うんだけど八割九割は雇用と所得ですよどう考えてもうん、うん、だからまずそれを解決した上でって思うんだけども、はい、なぜかそこの肝心の財政の部分はですね口にしないでですね、うん、その精神論的なね少子化対策を言い出すわけですよ なんか私的にはこう就職氷河期世代とかを救わなかったのがこう結果に現れちゃっているのをカムフラージュしてたのかなみたいな感じす,、ね、すごい鋭いこと言いますね。そこまで、ね、まともに考えてる人いなかったとっいう方が正しいような気がしますね。だから財務,財務省の話もねある要は省内の出世の問題だから、うん、その構造を変えるためにまあやってますけどね、はい、方法があるわけですよ。でなんか後ろにほら中国共産党がいるとか DSDS ってよくわからないけど DS がいるとかですねそんな立派な組織じゃねえから財務省は。 みんな別に悪い人たちじゃないんでしょ、はい、自分の将来の出世とか、あるいは家族の幸せのために、近畜、うん、のために汗をかいてるというですね。うん、この馬鹿げた行動になってるわけなんだから、この構造を政治家が知って、あと貨幣感を垂らして、はい、それで変えるっていうのはこれ財務官僚のためでもあると思うんだよね。確かに。はい。 ねえなんかね嘘のねレトリックを頑張り編み出してそれでそれを広めるために政治家にご説明言ってとか、まあ、性格が悪くなるに加えて絶対に人相も悪くなるようんそんなことやってたら矢野工事みたいな顔になっちゃうんだよねどうせ嫌、うん、でしょ嫌でしょということでですねあのまあ私はこれからも財務省批判しますよ、はい、批判しますけれどもあのだんだん自体はいい方向に向かいつつあるなっていうのがあのその少子化の議論を見てて思ったんですけど皆さんいかが思われました はい。財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。2021年に財務省のトップ、矢野幸治財務次官は、このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですねえ、ことを語っているわけです。しかし財務省のトップ、矢野孝治事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、 騙されないようにするための書籍がこちらですね財政破綻論の嘘この書籍を読んで日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。